Fight for your freedom!皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。本日もやってまいりました。Fight for your freedom! こんにちは。はい。ね、はい、皆さん。まあ、始まりましたね。はい、まあ今週もですね、見事、私 MC 杉浦が、トリゴンヤズリ FM を乗っ取りまして、はい、あの悪しき佐々木隆から乗っ取り、私が本日も MC を務めさせていただきます。よろしくお願いします。はい、そして本日のゲストはこちら。はい、プロレスリングフリーダムズの平田智也です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。タスさんも久しぶりでございますね。久しぶりの、何ヶ月ぶりぐらいですか、これの。何ヶ月ぶり、結構空きましたね。3度目です。3度目ですか。はい、楽しみですね。楽しみです。今日はもう、ね、平田さんの、ね、口を開くのが僕の仕事なんで、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。でですね、こちらのお部屋はですね、あの低濃度オゾン発生器トレイルフレッシュを使用しておりまして、はい、はい、このお部屋の中は、快適に、快適な空間となっておりますので、はい、我々もうまくやらせていただいております。よろしくお願いします。お願いします。でですね、平田さん、はい、まあ今日のこの放送、はい、ね、団体からはね、そう、団体からお昼に今日は収録で行ってくれって言われてましてね、平田さん、はい、はい、で、まあ、このね、収録の前に何時、11時ぐらいだったっけ、11時ぐらいから都内のちょっと、まあ僕らが練習で借りている道場で練習して、レッカさんと3人で汗流して、まあちょっと軽く飯食って、でまあ僕の車で平田と2人で、まあね、こう鳥越まで来て、はい、でまあなかなかこのね、鳥越界隈のコインパーキングが埋まりに埋まっていましてね、まあ、僕らもぐるぐる周りに回ってね、3、40分ぐらい回ったからそうですね、全然ずっと満車ばっかりだったからね、はい、でも3、40分ぐらい回ってやっと駐車場が止めれたというわけで、今私たちはここにいるわけなんですよね。そうですね。そうですね、はい、でね、今日のね、このアズリ放送もいい感じに平瀬さんの面白トークが連発するようにと思って、ね、このスタジオの目の前にある、ね、鳥越神社でお参りしてから来たわけですよね、はい、そうです ね、 ね、ちゃんとね、はい、二拍手か、はい、拍手してちゃんと参拝して、まあ僕たちはね、ベストコンディションで、はい、まあ、今回の放送に臨んだわけなんですけども、まあ、いざスタジオ入りましたら、まあ、スタッフさんたちがなんか不穏な空気だったんで、そうですね、はい、あれって思って、なんかすごい空気だったよね、あの時。すごい、そうです、すごい空気が、お前らなんでいるのみたいな空気になりまして、はい、結果私が局長室に呼び出されまして、あのお昼の収録は聞いておりませんと、はい、はい、結果我々はあのお家に帰らされまして、そうですね、はい、ただいま10時3分生放送でお送りしております。いや、大変だったね。大変でした。大変でした、ね、大変でした。何してた、帰ってから2時、2時だ、2時ぐらいだったじゃん、はい、1回来た時って。そうです、2時に来て10分ぐらいで帰らされて、そうですね、1時間ぐらいかけて家帰って、はい、ここまでの時間何でしたか、お前。誰だと、なるほど、してます。なるほど、お前。なめてはいないですけど、俺なんかお前家、はい、車で帰って、はい、娘の保育園行って娘引き取ってきて、はい、飯食わせて、はい、で今日お前楽しみにしてたさ、7時からテレビで、はい、バスケットボールの日本代表対ベルギーの試合があったから、はい、今日はね、トリゴヤズリ終わってそれを楽しみながら見るんだと思ってたら、お前ハーフタイムで出てきたお前家から結果も知らんし今、まあ、辛いな、辛いです。これ誰のせい、これ誰のせい、これ誰のせい、誰のせいですか ね、 ね、俺はお前にさ、先週だからね、僕もそうですね、14時って聞きました、来れるよなっつって、俺その時にな、はい、一応な、一緒にいた人に確認したんだけどさ、はい、現場におった人に、はい、誰のせい、それ誰がいたんですか、現場に。いや、先週一緒におるとやってた人、あ、はい、これ誰のせい、誰ですか、お前、誰のせい、これ。では、佐々木隆さんのせいですかね。でしたね、はい、
願いしますよ、佐々木さん。お願いします。そこのところよろしくお願いします。じゃあ最後、平さんがあの面白いバケモンやってくれますんで、今日もトリゴやグーリーやってやるぞ、バキューンって、ちょっと面白いやつやってくださいよ。お願いしますよ、ヒロさん。今日もトリコアスリーやってやるぞ、バキューン。はい、まあ、そんなわけで僕らも体力使い果たしてね、今ダラダラしてるわけなんですけども、はい、本当はね、今日そのね、このスタジオの前にある鳥越神社で、おみくじをやってきたんですよ。はい、で、おみくじをこのね、放送中に開けて、俺たちのこの放送の運勢を占ってやろうじゃねえかっつって、あの2時に引いたおみくじを10時まで、開けずに僕たち持ってきました。はい、はい、持ってきました。なんで今日のこのね、鳥越あずりファイトフォーユアフリーダムズの、はい、がどんな放送になるか、はい、今からちょっとこのおみくじを開けて占いたいと思いますので、はい、じゃあ開封しましょうか。はい、じゃあまず平田さんお願いします。はい、まあ、現時点では俺たち代表だからね。代表ですね。はい、これは基地です。中途半端でしたね。基地でした。基地でしたね。じゃあ私書きさせていただきます。ました、皆さん。はい、杉浦大吉でございます。いや、流れ的には今日のが面白かったんだけどね。そうですね。うん、まあでも、まあ、吉は悪くないし、大吉はめちゃくちゃいいから、今日は平田智也さんがめちゃくちゃ今日の放送面白くしてくれますんで、皆様今日はね、50分まで、10時50分まで、お付き合いください。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ平田さん、いつもあれがあるんですけど、はい、その感じもあるんですけど、はい、映画共演ですよ。はい、はい、皆さん見ました？ちゃんと映画共演。はい、見ました。これ雑に落ちたらちょっとバチャだけ。はい、大事です。大事です。映画見ましたか？はい、はい、じゃあ感想の方を。いや、本当に葛西さんの凄さが詰まった映画で、やっぱり自分もレスラーとしてまだまだ頑張らないといけないなと思うような気持ちになりましたね。間違いないですね。はい、人生狂いましたね。そうですね、狂いましたね。はい、まだ見てない皆様にもまだまだ人生狂ってもらわないといけないんで。そうですね。とりあえず、はい、映画が見たくなる予告編を、予告編を、はい、流していただきましょうか。お願いします。予告編流してもらうまで面白い顔して。面白いか、うん、放送事故になっちゃう。放送事故です。ないですね。今それやめて、他にやりたい仕事があれば、多分明日にでもプロレスやめてますからね。トップだと思いますね。個性は塊なんですか？芸術点が高いような感じがすごいするんですよね。よし、今日もやってやるぞとか、そういう気持ちがなくなっちゃったんですね。試合嫌だなとか思うようになっちゃったんで、気持ちがちょっと追いついてこない、刺激が足りない。でもやり尽くしたんですよね、正直言うと。まあ欲張りだな。何人との戦いですからね。逃げてる。じゃあやめたら何をやればいいのっていうんですよね。コロナウイルスが流行ってるから気をつけなきゃ。うん、してんじゃねえよ、てめえ。おい、何見つけられてんだよ。俺はプロなんだから、コロナっていうのを忘れさせて、試合やってる時間内だけでも熱狂させないとダメなんです。おばあちゃん、心臓に気をつけてね。
しかないですね。はい。全部覆してやるよ。いや、思い出しましたね。思い出しました、ね、なんか平田さん言いたいことがあるみたいなんで、ちょっとはいお願いします、はい、ですね、こちら鳥越アズーリーさんの方でこちら共演のステッカー付き、そしてサイン付きのチケットが残り販売しておりまして、残り2枚となっております。こちら、スタジオまで来ていただいてご購入された方は、1500円、そして郵送希望の場合は2000円で販売となっております。残り2枚です。よろしくお願いします。早くしないと僕と平田が1枚ずつ買っちゃいますからね。買っちゃいます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、ね、え、まあ、毎週行ってんだけど、はい、俺は2回見たからね。そう、毎週行ってるけどこれ、はい、試写会で1回、はい、映画館で1回、はい、で家にチケットがもう1枚残ってるじゃん。平田さん何回見た？僕は1回ですね。1回だけですか、はい、よくないですね。そうです、これが売れなかったら僕が失礼でも言うんじゃないよ、お前。そうですチケットをもう、ね、チケットはい、これ買って、まあ皆さんもね、まあ、見た人は何回見てもね、響く映画ですしね、見てない人は見ないと人生損する映画となっておりますのでね、我らがカリスマ共演、ぜひ皆様、映画館まで足をお運びください。よろしくお願いします。はい、じゃあ平瀬さん、はい、本日のメインテーマ参りますか。はい、はい、本日のメインテーマは何ですか。はい、はい、本日は静岡ツインメッセ大会スペシャルです。え、はい、はい、何月何日、これがですね、はい、7月18日日曜日。お、もうあさってじゃないですか。もうあさってですよ、あさって。はい、ね、平瀬さん、はい、じゃあ、対戦カードの、ね、はい、見どころ発表でもさせていただきましょうか。はい、はい、ね、じゃあ平瀬さんはあれだね、おしゃべりをが平瀬さん苦手だから、はい、平瀬さん対戦カード発表を、対戦カード、はい、対戦カード発表をこれを見てくださってる皆様がワクワクして、あのやっぱフリーダムズ見に来てなって思うような対戦カード発表をお願いします。はい、はい、では私が生意気ながらちょっと見どころをね、あの、はい、一緒に平瀬さんと発表させていただきますんで、はい、じゃあ平瀬さん、じゃあ一番下の一番下からお願いします。はい、はい、第1試合、ドラゴンリブレ劣化組対、はい、ケンゴ伊藤優作です。よろしくお願いします。お前関係ねえだろ、よろしくお願いしますまあね、まあ、リブレ劣化ケンゴはね、まあ、フリーダムズ今、まあ、レギュラーで上がってもらってる、ね、はい、まあ、フリーダムズファンの皆様からしても、まあ、馴染みのある選手ですな、はい、そうです。でここに一人だけ知らない人間が皆様の知らない人間が一人だけいるんですけども、この伊藤優作っていう選手はですね、はい、はい、まあ、あの名古屋で基本的に活動してる名古屋系レスラーなんですけど、まあ、こいつはです実はですね、僕の中学校の友達の弟なんですよ。知ってました？知ってるだろ。知ってました、はい、コメントは普通でいいんだよ、面白いことだけども、はい、そうで、まあね、この間、先月かな、先月僕名古屋で自主興行やりまして、杉浦プロレスっていう、はい、そこで、なんとこの伊藤優作はですね、あの葛西潤とシングルマッチやってるんですよね、はい、で、まあ、なかなか、まあ、素晴らしい試合でお客さんからも高い評価を得、葛西潤からも、はい、はい、お前はよくやったっつって、でこいつここに入れ墨でね、クルータコって入ってるんですよね。そうなんです、ね、恐ろしい、恐ろしいでしょ、恐ろしいです、ね、恐ろしいでしょ。クルータコっていう入れ墨が入ってるんで、はい、はい、あの通り名はクレイジーオクトパス、クレイジーオクトパス、強タコっていうね、はい、通り名がある選手なんでね、はい、まあ、皆様楽しみにしててもらいたいんですけど、まあね、こうね、静岡から名古屋って近いのもあるし、まあ、僕の、まあ、手下みたいなもんなんで伊藤優作って、まあ、そういう癒着があって、まあ、こいつは出場が決まったのかなと思いきや、なんとですね、はい、伊藤優作今回健吾からの指名選手なんですよ。おー、びっくりでしょ。びっくりです、ね、俺もびっくりだったんだよ。で最初、まあ、あの一回オファーかけたんですよね。でもその健吾と並び立ちを見て、伊藤優作意外と面白いんじゃねっつってみんな話してて、はい、で優作に声かけたら、まあ、ちょっとスケジュール的に難しいかもしれないですって言われて、はい、一遍断られたんですけど、はい、
いっぺん断られたんですよ。すみません、いっぺん断られたんですよ。で、わたかしさんが健吾になんか一緒に組んでみて面白そうなやついないっつって聞いたら、はい、一発で伊藤優作ってできたらしいんですよ。これは熱いと思って、はいはい、でもたかしさんがそれでも優作に、はい、もう何とかするから、お前のスケジュールは何とかするから頼むから出てくるんですって、はいはい、で決まったカードなんです、こちらは、はい、だからまあ健吾伊藤優作ってもう見るからにチンピラ組ですからね。そうです、はい、もう見ての通りのチンピラなんでね、はいはい、お行儀のいいドラゴンリブレさんとレッカさんが、はいはい、まあ、どんな試合をするのか、はい、これは楽しみなカードですね。そうです、はいはい、第1試合がこけたらこの大会全部ダメになりますからね、はいはい、伊藤優作さんにもね、ドラゴンリブさんにも、はい、そして我々の練習仲間のレッカさんにもね、はいはい、頑張ってもらって、はい、まあ、健吾さんは他といても多分大丈夫なんで、はいはい、まあ、このね、記念すべき静岡大会のスタートを、ね、はい、切ってもらうカードなんで期待しましょう。はい、はい、お願いいたします。まず、はい、じゃあ続きまして、はい、あ、ちょっと上上がってもらっていいですか。はい、はい、第2試合、プロレス対盆栽呪術異種格闘技戦、源太郎対シュレック関根選手です。ちゃんとやってもらっていい、はい、ちゃんとやってもらっていい、はい、本当に頼むよ、はい、え、これでみんながやべ静岡行かねえと思って思ってもらわないといけないんだよ、はい、お前遊びに来たんじゃないぞお前あ、やられっぞお前バキューされっぞお前、気をつけます、気をつけろお前、はい、あ、まあね、これは多分この大会で一番注目を集めていると言っても過言ではないカードなんじゃないでしょうか。平さん、どうですか。裏メインですね、裏メインですね、完全に、ね、はい、でね、なんか先週、その先週高橋さんとまあ、ここでやってた時に、はい、まあ、そのちょっと静岡の話になって、で、まあ、静岡にそのちょっと PR に行った時に、この関根シュレックさん その所属してるその盆栽柔術道場に、はい、まあ、ちょっと顔出したらしいんですよね、はい、で、まあ、今回ちょっと、まあ、うちの源太郎っていうのと石川プロレスにやってもらう、はい、で、まあ、プロレス対盆栽柔術っていう形でやってもらおうからって言ったら、盆栽柔術っていう名前を出すからやっちゃいますよみたいな、急にスイッチ入っちゃったみたいで、恐ろしい、恐ろしいでしょ俺もツイッターさ、関根シュレックさんのツイッター見てたら、もうね、盆栽の名前出されて異種格闘技戦やるんだったらプロレスじゃないよ、はいはい、相手の技を受けないで一方的に殴る、蹴る、投げる、極めるって書いてあるから、これはちょっと恐ろしい試合にね、恐ろしい試合になりますね、恐ろしい試合になりそうですね、はい、まあでもね、そうは言っても、そう、そうは言っても我らが源太郎さんだよお前、はい、ロッキー川村さんとかね、空手バルモンさんとかと異種格闘技戦やってますし、はい、ね、もう我らが源太郎ですからね。まあ源さん自分で新しいキャッチフレーズを作ったんだけど、はい、この間のね、上野大会からね、源さんの新しいキャッチフレーズができまして、はい、はい、源太郎さんの新しいキャッチフレーズはですね、鉄人と、あ、哲学って書いちゃった俺俺哲学って書いちゃった鉄人っていうね、こう、ね、こう哲学の人、はい、鉄人っていうのが源太郎さんの新しいキャッチフレーズになりますので、皆さん覚えておいてください。これ別に僕たちがいじったりとか誰かがこうしろって言ったわけじゃなくて、自分から言い出したんで、あ、自分から言ったんですね。そう、上野の時にその、まあ、うちの妻はリングアナウンサーやってて、はい、今回ちょっとキャッチフレーズで皆さんの発表させてもらうんで、リングアナウンサーさせてもらうんで、源太郎さんキャッチフレーズ何ですかっつって、はい、なんかね、レスリングマスターとか来るのかなと思って俺も隣で聞いてたら、はい、鉄人でっつって、はい、やべえなって、やばいですね、激アツやんと漢字はあれだからな、哲学の鉄だからっつって自分で言いたし、自分で言ってた、自分で言ってめっちゃ怒りしたから、はい、皆さんもぜひこれをね、広めてください。源太郎さんの新しいキャッチフレーズ鉄人、はい、これ今ご覧の方すぐツイッターとか SNS で拡散してくださいよろしくお願いします。お願いします、はい、まあでもね、この試合もうぶっちゃけどうなるか分かんないですからね、もうそうです、一発飛び戦、はい、まあ平瀬さんはセコンド入る、セコンド入る、入れねえか俺ら入った方が良さそうですね、ちょっとね、みんなでちょっと源さんのバックアップしないと、ちょっと、はい、もうほんとどうなるか分かんないからね、
はい、まあこれもお客さんは多分とてもみんなね期待してるカードなんで、はい、源さんに勝利を僕たちは信じて、はいはい、この戦いに期待しましょう、はいはい、よろしくお願いします。はい、はい、続きまして第3試合、吹本健二、山下里奈、藤田実亀井組対進む優也、香取隆弘、佐々木隆、マンモス佐々木組です。どうですか、これはどう思いますか。もう普段アンチェインと対戦しない、うん、進むさんとか、うん、香取君とかが対戦するのが、うんうん、珍しい感じでどうなるのか楽しみです ね新鮮だよ ね、はい、結構ねみんなデスマッチバトルが多かった人たちだからね、はい、だからもうフリーダムズ対アンチェインみたいな感じだよね、これも。そうです ね、フリーダムズ軍対アンチェイン軍団、はい、ね、どう、誰が好き、お前この誰が好きこの中で好きな人好き、どういう好きですか。何でもいいよ、お前が思う好きな人誰、どういう佐々木隆さんですね。はい、頑張っていったね、はい、まあでもこれも、ね、読めないっちゃ読めないからね、この試合もね、はい、誰が勝つかも分かんないし、で、ね、まあ、香取だけちょっと一人、まあ、キャリアと体格的にちょっと劣る部分があるかもしれないけど、それだからこそね、彼のガッツが光る試合になるんじゃないかなとは思うけどね。はい、うん、いや、はいじゃなくて面白いこと言ってよ。面白いこと言ってよ。まあでもあのね、俺も今日めっちゃいろんな人の静岡大会に向けてのツイッターコメント見てきたから、はい、山下くんはね、どうやらあの高橋さんとマンモさんが天敵らしいから。何でですか、そう、何で天敵なんですか。知らん、そう言って書いてあるから。でちなみに山下くんは進さんと香取くんは初対決だそうです、ね。なんかいろんな初絡みとかいろんなことがあるからね、まあ皆さんがね、てかフリーダム自体でね、最近まあ8人タッグもちょっとずつは増えてきたけど、珍しいっちゃ珍しいもんね、珍しい、こんだけ大人数のタッグマッチっていうのもね、はい、まあ誰がどこから勝って何が生まれるのかね、はい、これは見どころ満載のカードですな。はい、はい、じゃあ次お願いします。はい、第4試合、武田雅史、作田敏行組対杉浦徹、平田智也です。来ましたね、来ました。実は私たち明後日タッグ組むんですよ。タッグです。はい、武田さん、意気込みの方は。意気込み、はい、静岡への意気込み。静岡への意気込み、そうですね、 ERE 組、うん、今すごい、勢いがあるんで、自分もなかなかこの ERE と対戦する機会がなかったんで、うん、すごくちょっと楽しみですね、自分の勢いがあるってとこ見せたいです ね、まあ、武田雅史はね、ちょっと8月のデスマッチカーニバルか、はい、8月30日のカーニバルでビオレントジャックに挑戦が決定してますからね、はい、ちょっとまあ武田雅史からしたら、まあね、逆にこの勢いを見せておきたいところというところではあると思いますけどね、はい、俺たちがそう簡単にやられると思ってもらっちゃ困っちゃうからね。そうですね、ね、俺だってまだまだね、はい、まだ今這い上がってるところだから、俺も、はい、ここでつまずいちゃったら、そうですね、俺たちも辛いからね。辛いです、まあ、狂気持ち込みデスマッチだからね、はい、まあ、静岡の皆さんには、我々がね、どんなアイテムを持ってくるのか、はい、ぜひ楽しみにしていただいて。平田さんも決まってるじゃんと思ってくるアイテム。はい、もちろん決まってます。決まったっすか。はい、はい、まあ俺たちがよ、はい、この大会の MVP を取ってやろうぜ、はい、俺たちで。やりましょう。ああ、武田、ね、佐久田の ERB だろうがね、俺たち杉浦、平田の、はい、この一緒に練習してる軍団が練習してる軍団が一緒に練習してる軍団が勢いあるってところ見せてやろうぜ。はい、見せましょう。ああ、静岡の皆様、ね、俺たちの戦いにご期待くださいませ。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ最後かな、このカードは。はい、メインイベントが、笠井純、正岡大輔組対、はい、ビオレントジャック、植木貴之組です。まあこのカードもね、8月ね、さっきの、ね、デスマッチカーニバル、8月のデスマッチカーニバルの笠井さんと植木のシングルマッチが決定していると、
で、7月にタイトルマッチで勝利して、はい、新王者となった、はい、ビオレントジャックが静岡に上陸というわけですね。はい、はい、許しがたいね。許しがたいことですね。許しがたい。俺からしたらめちゃくちゃ許しがたいよ。先週の放送とか結構心きつかったからな。そうですね。もう今はもう立ち直ったけどね。立ち直りましたか。立ち直って今這い上がってるところだ。はい、まあまあね、ジャックがまあ新王者としてまあメインのね舞台に立って、まあ葛西純正岡大輔と蛍光灯デスマッチでね対戦すると、はい、まあこのね葛西植木ラインっていうのもあるけど、僕個人としては正岡大輔がね、はい、久々じゃないかな本当にね、メインでこのね蛍光灯デスマッチに帰ってきたっていうのは、はい、そうですね、はい、なかなか見なかったもんねここまで、はい、だからね、まあ、正岡さんからしたらジャックにね裏切られたっていうあの気持ちは絶対まだ残ってると思うし、覚えてるじゃん。そうですね、はい、覚えてます、ね、だから正岡さんのこのね燃えるこの燃える闘魂源さん、そうですね、燃える闘魂源さん、闘魂源さん、勝手なこと言っちゃいけない、はい、やっぱ燃えるものも絶対あるし、はい、ね、このいろんなねその後楽園につながるラインとか新王者とかだけじゃなくて、はい、正岡大輔がついに本領発揮して帰ってきたっていうところをね絶対まあ見せたいという気持ちは僕は絶対感じてるんで、うん、ここは僕は正直このカードに関しては正岡大輔に一番期待したいと思います。はい、はい、正岡さん見てないとは思うけど僕はあなたが這い上がってくる姿はちゃんと見てますからね、はい、まあこれはね楽しみなカード全部5試合ですかね、はい、はい、第1から第5まで全部なんか意味があるっちゃあるから、これはすごい面白いカードだと思いますね。そうですね、すごい面白いカードですね、まあ一番面白いのは絶対セミファイナル狂気の仕組みデスマッチになると思うけど、まあそれは、うん、ね、まあ、これは間違いない、間違いないですね、はい、まあでも全5試合、はい、皆様ね、僕たちはねもう皆様がこのねあのコロナ禍でしんどいしんどいって言ってる中、はい、俺たちの戦いを見てぜひ元気になってもらいたいね、はい、皆さんが元気になるんだったら俺たちはいくらでも血を流しますんで、はい、はい、僕たちフリーダムズの戦いを見て皆様ぜひ明日の活力にしてください。はい、皆さん、ちなみにこの4月大会のチケット情報は、チケット情報、はい、はい、ですね、ちゃんとね、お前されちゃうよお前、これも、はい、これだけは言えっつってお前2時半に連2時に連絡来てるから、はい、お前ですね、前売り販売の方が、はい、チケットピュアのみで7月17日の23時59分までで、7月17日の23時59分まで、23時59分までこれチケットピュア、チケットピュアのみですね、はい、席種の方は、席種は17時23時59分まで静岡大会ね、静岡大会、あとリングサイドだけですかね、リングサイドだけでだと思います。なるほど、フリーダムズ来てますね、はい、あと当日券の方も少しだけ販売があるそうです。はい、じゃあぜひね皆様、静岡っつったらねあれだもんね、はい、これ17日23時59分までチケットピアでね買えますので、はい、だからね東京からも実際行きやすいし、そうですね、名古屋からも行きやすい、大阪の人も頑張れば来れる。な、頑張れ、ね、頑張れるか。そう、俺今ネットで見たけど、バスね、新幹線がちょっとね財布的にしんどいなって思ったら、バスもあるから、はい、ね、高速バスもあるから、なんなら俺たちも、ね、バスですね。みんなでバスで移動だしな。はい。俺たちがバスで移動してくるんだから、皆さんバスで移動全然できるよ。はい、ね。そう。まあだからね、3時開始だったっけ大会は。3時ね、朝出て東京名古屋の人も朝出てバス乗って試合見て、でまたバス乗って帰れば全然日帰りできますからね。そうですね、うん、だ静岡だけじゃなくてね、このカードだってあれだもんね、もう大会、この大会を見に来た人しか届かないもんね今回は。そうです ね、中継とかも聞いてないもんね、入ってないもんね、はい、うん、こんだけなかなかね、関東とか以外でもこんだけ分厚いカードもなかなか増えたことないから、はい、出し惜しみをしませんね、皆さん出し惜しみをしませんね、フリーダムズは出し惜しみしませんね。そうですね、はい、はい、なんで、まあ、このねすげえフリーダムズを逃すのは絶対惜しいと思うんで、はい、はい、皆様
ちょっとでも見たいという気持ちを持った方はぜひ18日は静岡までお越しください、はい、よろしくお願いします。お願いします。皆さん、はい、今日一番聞きたかったのは、はい、さあ、はい、静岡大会の思い出話なんですよ。静岡の思い出、はい、静岡の思い出、思い出、はい、ね、まあ、静岡の皆さんはねちょっとまあ覚えてるかも知れないですけども、前回の静岡大会がもうちょうど1年ぐらい前、1年前ですね、1年前ぐらい、ね、はい、そこでですね、はい、なんと我らが平田智也さん、はい、はい、なんとですね、なんとなんと、なんと救急車で運ばれました。救急車で運ばれちゃいましたね、はい、その模様、まあ、救急車の模様までは言ってないですけど、実は共演 の, あの予告編の中に一瞬だけ去年の静岡大会の模様が映ってますん で, そうです、ちょっとだけ流してもらいましょうか。はい、覚えてる？覚えてます、ね、俺もビビったもんあれ。これですね、これでしたね、これですね。おばあちゃん心臓に気をつけてねでしたね。はい、はい、お兄ちゃんも心臓に悪かったやつね。悪かったです ね、まあ、何があったかというと、まあ、あの静岡、去年の静岡大会でノコギリ稽古と、ノコギリ稽古とですね、だったっけ、はい、笠井さんがノコギリ稽古とを出して、最後パールハーバースプラッシュ、パールハーバースプラッシュを平田智也さんにぶちかました時、はい、なんと平田智也さん大胸筋がですね、はい、バクバクに開きまして、開きました、はい、平田の胸が開いちゃったからね。開きましたね、平田の胸開いちゃって、はい、とんでもね大量の血が流れ、血が流れ、これはダメだと思って、おろし前はもう終わったと思ったもんね、あの時の、ね、はい、結局もうどうにもならなくて、まあね、会場救急車呼んじゃって、はい、結果搬送されちゃったわけですけど、はい、どうですか、覚えてます、その時のこと。はい、自分もあんなパクリって救急車で運ばれるっていうのも初めての経験だったんで、ちょっと焦りましたね。救急車乗ることは名誉じゃないからね、はい、俺たちデスマッチファイターからしたら難しいことだと思わないかな、はい、そうですね、はい、うん、ちょっと鳥越あずうりさんは上とか脱いでいいんですかね、上裸 OK ですか、はい、ちょっと平さん、その時の傷ちょっと見せてもらっていいですか、はい、もう前出てちょカメラにちょっと見せてあげよう、ね、どれがその時のキスですっていうのをカメラにちょっと、もうちょっとこっち、もう左来ていいから、そう、その時のキスがこれですって言ってた、すごい、これスクショしよう、みんな、はい、みんなこれスクショしよう、もうボケてるからちょっともうちょっと下がったんで、俺にフォーカスが当たっちゃってる、これ目隠すから、これとこんだな、ありがとうございます。もうそのままいていいよ、はい、すごかったね、すごかったですね、はい、そん時は何、これで何杯ですか、何杯覚えてます、結構縫いましたね、はい、こんだけ広かったら相当縫ってるなって、中を縫って外縫って結構縫いましたね、中縫って外縫って、外縫って、はい、俺も武田正史に口裂かれた時はなかったんですけど、はい、中は僕は肉体で中縫ったことはねえな、やばいね、やばかったです。病院行って救急車で運ばれて、病院行ってちょっと先になんか患者さんが運ばれてたんですよ、うん、なんでそれでまた病院で30分ぐらい待たされて、うん、そまず着いたら、なんか体血まみれだったんで、僕はベッドに寝たまま運ばれていって、お医者さんに現れて体を、チンチンは現れなかったですけど、はい、でそこから傷の処置をして、はい、いや痛かったです、辛かったです。はい、実際傷ができる時ってさ、はい、もうアドレナリンも出てるしさ、はい、多分痛すぎて体が痛みを遮断してる時ない？ああそうです。これもなんか分からなかったですね。こんなバックリ行ったと。だからね、なんかみんながさ、はい、俺も結構いろいろバックリ行って病院行ってるけどさ、はい、なんかみんながすげえ騒いでるけど、なんか全然ぶっちゃけ痛くねえしって思う、そうです、はい、こと結構あるじゃん。はい、
でもさ、病院行ってさ、はい、いざ麻酔になるとさ、辛いです。めちゃくちゃ痛くて。痛いですね。俺だから病院の麻酔が嫌で、麻酔で俺毎回泣いてるもんです。麻酔は痛かったですね。はい、麻酔はきつかったです。で結果ね、みんながバスで帰ってる中、平田智也さんは静岡から快適に新幹線で帰ったと。はい。ね、俺たちより早く帰ったって聞いたもんだったんだけど。はい、失礼しました。はい。みんながバスでお前。大雨でしたね。沼津のサービスエリアとかでみんながションベンとかしてる時にを、はい、なんかお前も家着いたみたいな。はい。失礼しました。俺たちビニール片付けてよお前。はい。バス乗って早く帰んねえと早く帰んねえとつって言ってた平田さんがもう家帰りましたみたいな。はい。ご迷惑をおかけいたしました。はい、今回はだから高木平さん。はい。あなたはもう。あれだ、頑張るマン、ただの頑張るマンだけじゃダメだからね。そうです。チャレンジマッチじゃねえから、はい、チャレンジマッチじゃないんで、うん、はい、そう、俺たちの試合はチャレンジマッチじゃねえからね、はい、あくまでも勝利のための試合だから、これはそうです ね、はい、うん、君のチャレンジマッチになっちゃったら俺這い上がれなくなっちゃうから、そうですよ、頑張ります、こう、はい、そうやろ、だからね、もうそこそれぐらいの傷できても、そうです、ね、頑張ろう、今回は、今回頑張ります。俺できちゃったら、ちょっとごめんなさい。まあまあでもね、はい、まあまあ今となった勲章が、ね、勲章ですね、はい、あの葛西潤につけられた傷だからな、そうですね、お前も人生狂わされたな、狂わされましたね、共演だよ、共演、共演ですね、平瀬さんの場合何になる、強肉とかですね、強肉、強肉、平瀬さん強肉にしようからね、強肉ですね、平瀬さんがもし平瀬さんがもしね、あのドキュメンタリー映画を作るときは皆さん、あの強肉という映画を強肉という映画をね、皆さん作りますんで、作りましょう、いろんな、いろんな映画できるね、はい、ね、ドキュメンタリー、そっか、平瀬さんでも何、その最初からデスマッチがやりたくてフリーダムに入ったの、僕はそうですね、デスマッチで、すげえな、はい、デスマッチもずっと見てきてた、プロレスファンの時は、プロレス、そう、でも最初はデスマッチは見てなかった、途中からですね、きっかけは何だったの、デスマッチで始めたきっかけ、きっかけ、まあ普通にプロレスは好きだ、うん、好きで見てたんですけど、うん、まあなんかたまたま YouTube とかでいろいろ見てて、そこで見て、違法ではないですね、違法ね、あ、そう、公式、団体公式で出てるやつ、はい、公式で出てるやつで見てて、健全だよ、はい、うん、そこで見て、これはすごいなと思って、誰、誰、誰、葛西さんですね、ここからハマってしまいましたね、はい、今となってはそんなね、潤さんにつけた、はい、この傷はお前はな、もう、はい、ビンビンじゃん、お前もビンビン、ビンビンですね、はい、ビンビンじゃん、はい、まあ俺も、俺も葛西潤にここガラスで傷つけられて、俺も救急車に運ばれてるから、はい、で俺はそれで心折れて一回デスマッチから心折れて俺はデスマッチから逃げてるからね、ビンビンにはな、ビンビンに、ビンビンにならなかった、前に慣れちゃった、人生どうなるか分かりませんけどね、そうですね、はい、はい、私もまた帰ってきたんで、はい、辛いね、辛いですね、だから僕は平瀬さんにはあの時の杉浦みたいになってほしくない、はい、今ちょうどキャリア何年目だっけ、今年4年目ですね、はい、俺もその何フリーダムズ入った時は3年目で、はい、デスマッチに、参入したのが4年目だった気がするね、確か、はい、うん、でまあね、俺は結構ね、ぬるい気持ちでやっちゃったから、その時、はい、かっこつけみたいな感じでやっちゃったから、はい、デスマッチに当時愛がなかったから、はい、多分ね、なんだろうな、覚悟、愛っていう覚悟だね、はい、覚悟なしにしてやってたらとりあえずね、はい、注目浴びるだろうっていう気持ちで俺はデスマッチやっちゃってた人間だから、はい、結局やっぱね、傷も多くて心折れちゃって、はい、僕は4年目の終わりにぐらいでもう逃げちゃった人間だから、はい、うん、俺はだから平瀬さんにはね、そのね、今ここから今平瀬さんは今来てるところだから、はい、俺はここで平瀬さんにこう言ってほしいから、はい、僕はこういけるチャンスをもらったのに、はい、自分でこうしちゃったから頑張ります、ね、で私はそこから5年間ほど地下に潜り続けてるから、はい、だから平瀬さんが今ね、こう、まあ、またデスマッチとかでもカード組んでもらえるようになってきたじゃん、はい、ね、こう来てだからここで、はい、もうこういくのか、はい、杉浦のごとく一回こういくのかはあなた次第だからね、はい、そうデスマッチを、はい、で這い上がるか這い上がらないかはあなた次第ですよ、はい、ね、ります、そうだからね、デスマッチに対する愛と覚悟をしっかり持って、はい、
臨んでください平さん。はい、頑張ります、ね、じゃあこれからもね平さんの熱い大デスマッチにご期待ください皆様。よろしくお願いします。で平さん、はい、今日はですね毎週やってるんですけども、はい、プレゼント抽選会というね、プレゼント抽選会、はい、抽選会はまあ、放送終わってからやってるんだけど、はい、今日プレゼント紹介を、プレゼント紹介、はい、どんなプレゼントがあるかっていうのを紹介ちょっとしようと思うんですけど、はい、これをね今日これを作ってきたんですよ。これ、はい、これ多分 何のこっちゃ多分分かんないです、はいはい、で放送前にツイッターでこうやって平田さんにアップしちゃって、はい、黒乳首を作ってきたのかなって思われちゃう人もいたんですけど、はい、これはですねまあ、ポンポンちょっと先週先々週でプレゼント出しすぎちゃってもうストックがなくなっちゃいまして、はい、でもやっぱプレゼントせっかく 見てくださってる皆様には何かやっぱプレゼントしたいなという、はい、MC 杉浦のこのハートですよ、はい、皆様が見ていろいろやっぱ感想を書いてくれるんで、はい、刻まれちゃってるんでね、はい、すぐエゴサーチしちゃうから、はい、これプレゼント企画をやればみんな感想書いてくれるんだよ、はい、で俺すぐエゴサーチしちゃうから素晴らしい、ねはい、で今回作ってきたのはですねこちら平田智也さん、プロレスを始める前、はい、学生の頃はですね、何やってたんでしたっけ？陸上競技の円盤投げをやってましたね。円盤投げをやってきたということで、今回私はですね、はい、円盤を作ってきました。はい、まあでも、こんなね、ガムテープ貼って、はい、黒と銀のガムテープを貼った小学生の工作ですよ、こんなのは。はい、こんな欲しい人は誰もいないなと思ったんで、はいこちらですね裏側なんと色紙になっておりまして今フリーダムズはちょっとなかなかね売店とかでサイン会とかもできてない状況なんで、はい、今回はですねなんと、まあもう僕は書いちゃったんですけども僕と平田さんの寄せ書き、はい、寄せ書きサイン付き円盤を、はい、円盤を、はいはい、今回は3名の方に3名、はいプレゼントしたいと思いますので、はいはい、今回のキーワードはですね、まずいつものごとくハッシュタグ鳥越アズーリ FM、はい、あじゃあ平さんこれサイン入れといてペンがねえかペンがはい、まあ、やっといて、はい、終わってから、鳥越アズーリ FM と、平さんのなんかなんとか系男子平田智也っていうのを何にしようか円盤だけディスカス系男子ディスカス系男子はいディスカス系男子平田智也行きましょうか平田智也長いな感想を書く文字数がなくなっちゃうよなっちゃいますね皆様じゃあ今回のキーワードはですねこちら鳥越ハッシュタグ鳥越アズーリエフェルとですねハッシュタグディスカス系男子平田智也はい、はい、こちらをですねツイッターで、はいこのキーワードを入れていただきまして、できればですね我々のこのなんか放送中のスクリーンショットなんかでもやっていただけるとね、はい我々は嬉しいです、はい、嬉しいです。であとは、まあ、今日の放送の感想だったり平田智也さんへの今後の期待のコメントなんかも書いてもらえたら、はい、僕たちはすぐ放送終わりすぐにもうエゴサーチしますんで、はいはい、たくさんのご応募お待ちしております。お待ちしております。じゃあ平田さん、はいまあ、時間もだいぶ少なくなってきたんで今後の告知をさせていただきましょうか。はい、はい、じゃあそしたらホームページの方をお願いします。直近だと、まあ、静岡大会が18日にあって18その次が7月25日かなの新木場、ね、の新木場だね、はい、こちらの新木場大会は7月25日新木場大会はチケットがすでに、完売と完売ですなっております。はい、はい、ちょっとまあ、出遅れた皆様残念ではございますが、はい、ここの新木場は何かしらで中継が入るって選手高橋さんが言った気がしたんで、はいはいまあ、ちょっと残念ながらチケットを、逃してしまった皆様は、何かしらのあれで中継見ていただいて、僕たちの熱い戦いをぜひ見てください。はい、はい、お願いします。お願いします、はい、これが7月25日、はい、で、次が7月31日、はい、31日、DWO で横浜と、はいはい、これはですね皆さんどんな大会でしたっけ。これはドラゴンリブレ選手のプロデュース工業の、はい、なんと旗揚げ戦ですね。やばいね。やばいですね。やばい、ね、そういや今日なんかさ、たかしさんがさ、はい、9時からなんか、あそうですね、ポラシンさんとなんか、はい、YouTube 配信でやってます。やってはい、俺もうあんま2秒ぐらいしか見ない。ちょっとだけ見たの、はい、ちょっとだけ見たんだけど、なんかいろいろね、DWO のこととかも、はい、コメントしてたから、ね、リブレさんが Twitter ですげえ調子に乗ってたから、あそうですか。その YouTube 配信見ながらすげえ調子乗ってるコメントいっぱいしてたから、Twitter で、はい、ぜひ皆さんちょっとリブレの Twitter 見て、
なんか殴ってやりましょう。まあでも7月31日はね、まあ、ドラゴンリブレが DW の横浜、はい、旗揚げ戦ということでね、チケットがなんといくらだったっけ、2000円だったけどね、全席中2000円でまだチケットはあるのかな、ありますね、はい、はい、まあ、ドラゴンリブレ8月末にはパパになりますんでね、まあ、リブレが、企画してリブレが対戦カード組んでリブレがオファーしてる大会になる渾身のドラゴンリブレ、もうドラゴンリブレの全てが詰まった大会になりますのでね、はい、はい、皆様ぜひ7月31日横浜ラジアントホールまでお越しください。はい、続きまして8月お願いします。8月は最初が8日だったかな、8月8日の 2AW との対抗戦、対抗戦、うん、ね、まあ、俺たち負けられないからね、負けられないです、ね、俺たち 2AW タッグに1回挑戦してね、負けてるからね、負けました ね、はい、やっぱ千葉のベルト俺欲しいから、はい。ね、まあ、8月8日は、まあ、2AW 対抗戦、まあ、千葉の 2AW アリーナで大会開催されますので、まだ対戦カードはこれからですかね、はい、はい、これから対戦カードまた発表されると思うんで、皆様8月8日は、スクエアでお待ちしております。はい、続きまして8月11日アンチェインナイト新木場大会、はい、8月11日も、まあ、アンチェインナイトやるとかやるとかやるとかで、まだカードもこれからですね。そうですね、はい、はい、まあ、まだ、全然先なんで大丈夫ですかね。はい、8月11日アンチェインナイト楽しみに、で次が8月22日の大阪大会、大阪デスマッチ館ではですね、はい、まあ、これもまだ対戦カードの方がいるので、はい、カムリさんが多分大阪に今奔走しているところなんかね、そうですね、はい、大阪大会も毎回すごいカードが組まれるんでね、で、最終戦が8月30日のデスマッチ館にバル後楽園ホール大会ということですが、はい、はい、8月30日がチケットキャンセルがちょっと入って、振り込みキャンセルがちょっと入って、はい、再発売があるってなんか書いてあった気がしたんですね、トップがツイッターで、明日か17日の、はい、10時から、朝10時から、はい、追加販売受付です。明日の10時からキャンセル分の追加販売がありますので、まだチケットお持ちない皆様チャンスです、チャンスです、はい、はい、朝10時にパソコンに貼り付きましょう、はい、はい、俺たちは皆様を待っています、よろしくお願いします、お願いします、はい、まあね、以上ですかね、とりあえずこのデスマッチカーニバルシーズンは以上ですかね、はい、まあ、この夏のフリーダムズはね、もう大量の血が流れてとても熱いというかで大評判でございますからね、はい、共演効果もあり、今フリーダムズが熱いと、熱いですね、はい、評判ですからね、平さん、はい、平さん、今後の平さんの抱負でも語ってもらおうかな、そうですね、はい、はい、どうですか今後、今後、はい、そうですね、僕も、まあ、今年4年目で、まあ、さっき杉浦さんに言っていただいたように、ここで何か一つ結果残すか残さないかで、まあ、これから先、まあ、ちょっと違ってくるかと思うんで、まずまあ、なんかしっかりと結果を残して次につなげていきたいと思いますね、はい、はい、まずは勝つことですね、勝たない、はい、どんだけいい試合してもやっぱ勝たないと、はい、うん、勝たないとやっぱお客さんがね、ああいい試合した、まあ、頑張ったけどまだまだかってなっちゃうからな、そうです、ね、勝ちに貪欲になるほど、勝ちに、はい、あとはハートを出すことだよお前、ハート、はい、感情のねサイボーグだな、はい、この間マンモスさんがな、平田はちょっと感情が出てきたなって言ってたから、本当ですか、はい、あんま本当は言いたくなかったけど、はい、ありがとうございます、そうパワーとかに関しては本当多分申し分ない、はい、ね、まあ、偉そうなこと言うけど、はい、あとはお前はハートだよ、はい、お客様を引きつけるハート、プロレスに対するハート、はい、刻みにくいや、はい、あ、刻むんや、なんだっけな、なんかあともう一個なんかいいこと言おうとしたんだけど忘れちゃった、ハートに刻む言わなきゃと思って忘れちゃった、何ですか、何だったっけ、忘れちゃったからいいや、はい、後で LINE するよ、思いました、はい、お願いします、まあ、平瀬さんね、はい、まあ、これから平田智也は確実にステップアップをして爆発する選手となりますので、はい、それも負けないよ、はい、うん、これも絶対まだまだベルト取りたいし、はい、うん、まあ、平さんはこれからね確実に結果を残して這い上がっていく選手になりますので、はい、本日の放送を見てる皆様ぜひ平田さんへの熱いコメントをよろしくお願いします、お願いします、はい、じゃあ、まあ来週はねまた杉浦帰ってくるのか、はい、追い出されるのか分かりませんが、はい、はい、来週も、放送ございますので皆様今日もありがとうございました、また来週、誰か来たら俺もつぶやくよー。